いやすごい大きいですね。気持ちいいですよね。はい、わーすごい。ここもね、すごいですよね。顔ってデザインですかって思いました。デザインですよ。やっぱりこう、もちろんそのこちらです。どうぞ。はい、お、こうどこですか？ここはね、僕の友人の、あのフレンチのレストランです。あれ？まだ美容室じゃないですね。もう一個手前にありますね。そうですか、はい、レストランですね。次はちょっと勉強しましょう。ここ、あ、すごい素敵なレストラン、よろしくお願いします。おしゃれ、いいですよね。はい、落ち着きますね、この雰囲気。外も暑かったしね。はい、シクロね。シクロ暑かったし。次はですね、あの美に関係あることなんですけども、はい、あの食と美がすごい、あの大切な関わりがあると思ってるんですね。食と美、はい、食べるものって、はい、その体の健康に対してもそうですし、はい、体の中から綺麗になるっていう意味で食べることが大事ですね。あとやっぱりこう視覚的な美しさ、はい、それから香り、なんかこう全てによってこう美とすごい関係していると思うんですね。では今日はあの、はい、ここの僕の友人であります、ここの素晴らしいフレンチのシェフ、はい、川崎さんをご紹介したいと思います。川崎さん、はい、お願いします。あ、こんにちは。舞さんです。舞です、よろしくお願いします。川崎です、よろしくお願いします、はい、あのフランスに長い間いらっしゃって、でフランスのレストランでずっとあのご修行されてて、で日本にお店出されたんですけども、すごいストーリーがあってですね、はい、このあの今日出ないんですけども、グランド夜いらっしゃるとグランドメニューがあって、はい、このお店の名前の由来にもなってるんですけども、そうだ、何でしたっけ、クロデコション、クロデコション、違う違う、テッドデコションっていう、はい、豚肉の、まあ、ちょっとこういろんなパーツをこう集めて、なんかこうコンビーフみたいに焼いたカリカリって焼いた料理なんですけども、はい、それのお店が、このパリのご修行されてたお店がこう閉めることになっちゃったんですよ。それをあのこう伝授されて、で日本でオープンするっていう。お、日本で初のテッドデコションの料理を運営して、あの作ってお店を出していますね。はい、で実はパリのお店がもうあのクローズしちゃったんで、はい、もうここしか、ここしか、はい、テッドデコションを食べれません。これちょっといいストーリーがあるんですよね。お弟子さんにこう自分の得意技を引き継ぐっていう、はい、こうなんか、はい、素敵なストーリーを持ったお店です。その伝統を守り続けるっていうことですね。そうです。今日、はい、すごい楽しみにしています。よろしくお願いいたします。テッドデコションテッドデコション合ってますか？ありがとうございます。よろしくお願いします。わ、かわいいの、すごい、なにこれ、この容器が、あ、お米、わお、beautiful、 わお、これは、はい、すごい素敵。一番最初のお料理ですね。下が黒ごまを使ったタルトになっております。その上にフォアグラのテリーヌ、そしてその間に焼きナスのピューレですね、挟んでます。はい、こちら手でつまんで、焼きナス見えない、はい、そうです、中に挟んであるんで隠れたところに仕事をしてるから、すごいですね、隠れた仕事ですね、はい、はい、ベースですね、重ねてます。いただきます。ありがとうございます。手で、はい、はい、手でですか？はい、いただきます。いただきます。フォアグラです。うん、フォアグラです。フォアグラ、うん、サクサクして、うん、ふわふわ、うん、滑らかの食感にフォアグラの香りがふわっとして、うん、塩の味と、うん、フォアグラのペーストの味、うん、幸せな気分になる料理なんですよね、はい、やっぱりなんでしょうね、これ香りと食感と味と、あとなんか残りが、なんかこう残りのその余韻、余韻がいいですよね。余韻、うんうん、そうですね。なんかこういうのって素敵だなって思うんですよ、ね。そうですね。多分余韻まで考えて作ってるんですよね。きっと確かに、うん。メイクももしかしてそうですか？似てます。実は、はい、メイクって、はい、皆さんこう一生懸命作ろうってするけど、はい、大事なのは崩れ方で。崩れ方？だってそうじゃないですか。出来上がった瞬間も1秒後か、はい、こう崩れ出すわけじゃないですか、極端に言ったら。確かに、あの、はい、まあ、
実質的に崩れるわけじゃないけど、崩れる方向に向かっていくわけじゃないですか、はい、そうやってこうなんかこの頂点の数秒間数十分間を目指してもしょうがなくて、どれだけこうそのこう素敵に馴染むか、もっと言うとメイクしたてって意外とこう馴染んでなかったりとか、はい、なんていうのかな、自分自身もそのメイクのした顔に、すっぴんの顔から始まってメイクの顔にまだフィットしてない、はいはい、それがなんかこうちょっと時間がこう重なることでフィットしてくるところもあるので、はいはい、やっぱりこれと一緒でこうちょっとこう少しずつ時間の経過とともに美しさが変わってくるってところあるんですよね。時間が経ってもその時その時に常に新しい美しさになっていくっていう、もうね、女性としてそう聞くとねほっとします。なんだか私トリフが麺だったと思うんですけれど。そうですよね、はい、メインの後に麺が、麺の後に麺が来ました。またなんかしかも、うわすごい。続きましてですね、メインのお料理になります牛ホホ肉の赤ワイン煮なんですけども、牛はあの人形町にある檜山っていうとても老舗の和牛屋さんがあるんですけども、そこから仕入れてる、あの牛ほほ肉、黒毛和牛のほほ肉ですね、はい、とっても柔らかくなってますので、はい、箸でも食べれるぐらい柔らかいので、うわー、ありがとうございます。ちなみにこれってどのぐらい似てるんだろう、川崎さん、これってどのぐらい似てるんですか。これけど4時間前ですね。でも4時間似てるんだ。手間、すごい手間かかってますね。逆に煮込まない方が全然柔らかく仕上がって、ちゃんと牛の味も残るっていうですね。あまり煮込みすぎちゃうと中から肉汁が出すぎてしまってパサパサになってしまうので、はい、それを残す。確かに柔らかいけど全然崩れてないですね。繊維とかちゃんと残ってまして、すごいな。そういうのってあれなんですね、もう素材を先に味見するってこと。もうイメージもあります ね、 ですよね。自分はこういう仕上げたいっていうコラボメイクとかそうなんですけど、自分の最終形の、はい、完成形があって、じゃあどこでどういう仕事をするのかっていうのも僕は意識しているので、素材から、例えばこの、あ、じゃあこの素材がありますこうしようなのか、はい、まあ、両方あるか、こういうことをしたいからこの素材を使おうなのか、両方そうですよね。もちろんですけど、メインの素材に関してはこの食材であるから、じゃあどういう食材を補ってあげればいいのか、どういう調理法、どういう工程を踏まえていけばそういう仕上がりになるのかっていうのは、あの常に食材ベースですね。なるほどね、似てるでしょ。似てますね。作りたいものを想像して、そう目指す、目指して何を、どんな手順を踏まえて、何を使えばそれになるかっていうのを作っていく。イメージが出来上がってないと、僕らもそうなんですけど、イメージが出来上がってないと意外となんかこう迷っちゃうんですよね、こうやりながら。なんかやっぱりイメージが出来上がってると、こうなんかそこに向かってこういけるんですよね。なるほど。なんか迷いながらやっちゃうとね、やっぱりね、多分味もそうだと思うんですけど、美味しくなくなっちゃうんですよね、こういろいろやりすぎて。なんか、はいはい、こうしようってある程度漠然としてイメージが決まってると、すごい素敵にできる。なるほど。いや、溶けましたね。ねえ、これランチでいいのかっていうぐらい贅沢ですね。なんか僕意外と赤ワイン煮込みって、はい、なんかこうしっかりこう味がこうグッとビーフシチューみたいに残るイメージがあったんだけど、なんかこうソースがさっぱりしてたじゃないですか、ちょっと酸味がある感じで、なんかあれがなんかすごいこういいなっていう。そうですね、めちゃめちゃ美味しかったです。僕は今まで食べた中で一番美味しかったかも。こういう感動がねすごいですよね。なんかね、その私はその野菜、隣の野菜にすごい感動しまして、肉もすごい柔らかくてとろけてたんですけれども、それにしているさっぱりしているキャベツと甘みがあるのジャガイモを食べてて最高に美味しいと思いました。絶対あれですよ、別々にやってるんですよ、料理してるんですよ。お芋さん、人参さん、キャベツさんって全部別に多分調理してる。手間をかけて、手間をかけて、ちゃんといい素材を選んで、何にと何を組み合わせれば美味しいかって組み合わせを考えて、で、
その完成形をイメージしてからそれ手間をかけて作っていったってことですね。なるほど、確かにそういえばメクと似てますね。そうなんですよ、うん、メクもちゃんとやれば綺麗になるってことですね。そうですね、いや勉強になりましたそれが出てるってことはもしかしたらデザートが、デザートまであるっていうことですね、もしかして。わー最高。今日は舞さんがここのお店初めてなんで、はい、素敵なデザートを用意していただきました。ルキルキです。あ、素敵なデザート。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。はい、ハッピーバースデー。ありがとうございます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 。すごい、ありがとうございます。ちょっとこっちのちょっとじゃあ、はい。